さあロシアホルキナの床じっくりご覧いただきましょう。今年の欧州選手権のチャンピオン、サバエでも人気急上昇です。選手のこういう間の取り方は本当に上手ですね。場内からも大きな拍手です。観衆は約1万人。スベトラーナホルキナロシア、最後は3回ひねりがちょっと滑りましたか ね、前に一歩で出てしまいましたね。今回いろいろ組み合わせを変えてますね。今のところなんかも去年の構成とはちょっと変化がありますね。ですね、着地がちょっと前にひねり切れてませんかね。これもうちょっとで手をつくぐらいの失敗ですね。2種目目、4カ国すべての演技を終わって